なかなかね、こうカラオケバトルって本当にね、うまくいかないんですよ。自分のこういつも大体同じクオリティで歌えるようにしなきゃいけないんですけど、私どっちかっていうとそういうタイプの人間じゃなくて、なんか違うことやっちゃう人なんですね。それだけ思った、思いついた感情で歌っちゃうところがあるから、すごいその練習がめっちゃ難しいっていうか、いつも同じ景色を思い浮かべるようにしないと絶対違うことやっちゃうんですよ。だからもうそれが結構大変、自分で自分を制御するっていうのが一番大変でですね、今月、31日に歌わせていただく曲が沢田千佳さんの会いたいなんですけど、それはもう発表になってるんでね、はい、それを、ライブバージョンで、カラオケバトルじゃないバージョンで、歌いたいと思います。来てください。
からみんながっかりすると思うんですけど、そう、なんかそれはそれでね、カラオケバトル用のやつで歌っちゃってるんですけど、なんて言ったらいいの、その中でもこう気持ちを出したいなとか、欲が出ちゃうんですね、人間って。今回もなかなか厳しい戦いでしたけれども、頑張ってきましたんで、31日はぜひ7時には家に帰ってください。無理かもしれないけど、お願いします。